総研の就活ってどうなのっていうところを聞いていきたいなと思います。周りでコンサル協会を受けてもう内定持ってる子やっぱいます、うん、早稲田のことライバル視してますか？眼中にないどうもこんにちは、旬でありメンバーの稲山です。今日は早稲田大学と慶応大学の就活生の皆さんにお集まりいただいて、総研の就活ってどうなのっていうところを聞いていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ただ最初カメラに向かって自己紹介をどっちからにしよう、どっちからがいいですか？いやもうそれはもう早稲田さんですよ。早稲田さんですよ。やっぱ早稲田さん。皆さんありがとうございます。あのバチバチやっていただいて。早稲田大学3年のゆうたと申します。早稲田大学の教育学部3年恵子です。慶応義塾大学環境情報学部3年の石本奈々子です。慶応義塾大学総合政策学部2年龍木佐藤です。よろしくお願いします。龍木佐藤一世三宅みたいな感じでブランド名でやらせていただいております。はい、ということでじゃあ皆さんの就活状況ざっくりお伺いしたいんですけど、奈々子さんから伺っていいですか？私は2週間前ぐらい、いや3週間、1ヶ月も経ってないんですけど、最近やり始めてインターンを行き始めたぐらいです。龍木さんは？早ければ年内12月中旬あたりからインターンが始まる予定ではあります。そのインターンというのは長期ですか？そうですね、最低1年はやろうと。長期で。ゆうたくんお願いしていいですか？僕自身は秋冬インターンを3社4社ぐらい申し込んでおりまして、12月中に冬インターンが決まったのでそちらに行くといった感じです。業界、不動産業界を見ております。恵子さんは？私はサマーインターンに1社も行っておらず、秋冬インターンに応募している最中です。結構イメージとして総研の学生さんみんな動き出しが早いイメージあるんですけど、皆さんの周りとか実際ご自身どのぐらいに就活始めました？私は体育会入ってて、逆に同期私が一番遅い。ああ結構周りはみんな始めるのが早いです。もう夏みんな行ってる。早期化はやっぱり進んでますね。ちなみに周りの人と就活の話したりします？します。めっちゃするんだ。しない。しない。あこれがしないね。しないね。しない。サンプル数2で言ってるのか分かんないですけど、2人は結構するんですか？じゃあもう毎回もう食事する際にずっと食事しかしてないです。インターンどこ行く、まあ詳しい企業名までは言わないですけど、はい、夏インターンここ行った、うん、そこ行ったみたいな話もするし、インターンのイエスとか出したとか面接受けたみたいな話をたくさんしますね。2人はします？え全くしない。私は同期にえ奈々子って就活してんのって、うん、いや本当僕もそんな感じこの間言われた。あと慶応はなんか割と自由人が多いイメージあって、就活しない人とかも多そうなんですけど、はい、本当に自由だと思います。しかも起業し、うん、起業しちゃうみたいな。各々絶対値として見た時の人材がすごく個性が強いと思うんですよ、うん、個が強いから、別にどうせやるときやるっしょっていう空気があるんですよ、うん。じゃあ結構やっぱガが強くてこう思ってるみたいな人が多いんですね。多分本当にそうだと思います。お二人はどうですか？二人の周りだと就活する人が多いって感じですか？起業とか。そうですね、起業もまあ数える程度はいるんですけど、個が強いかって言われたらそうじゃないんで、多分早稲田の学生は一般的に本当に早めから始めて、みんなある程度職に就くっていうのが王道ルートって言ったらおかしいかもしれないですけどかなっていう印象と。まあ私もなんか最近友達からコンサルの本選考を受けてもうすぐ面接行けるとかっていうのが結構早いです。次にこの早稲田とか慶応特有の就活の特性みたいなのを伺いたいんですけど、慶応は OB とか OG とのつながりが強いイメージがあるんですけど、うん、実際どうですか？強い強い、めっちゃ強いと思います。なんかエピソード具体にあります？ OB の方が普通に説明会とか昼行って。えそうなんですね。それは体育会だから、体育会でっていう感じ？あそうですね、うん、授業内でインターン募集してたり。そんなことあるんだ。授業で来てくださったゲストスピーカーの方が、あインターン募集してるんでちょっと興味ある人この後来てください、その前に決まるみたいなのとか、つながり強い。強いですね、それがありますね。縦のつながりが強い。本当に僕たち SFC っていうところなんですけど、 SFC の面白い文化の一つに SFC 挨拶があるんですよ。何かっていうと、はい、名前聞いた後にえ何やってる人って絶対聞くんですよ。その学知化の部分が強いので、はい、わざわざインターンに、むしろインターン行かない方がいいんじゃないっていう人も中には本当に国章をついたりするんで。逆に早稲田特有の何かあったりします？いやここに比べたらインパクトが全然インパクトがない。何かあります？エンカレッジとか。そうですね、うん、私もまだ入ってないんですけど、友達が結構入ってるのを聞いてて、うん、なんか結構一人一人ワン、そうですね、メンターとかみたいなやつを一人一人出てくれるって言ってたし、うん、それもお金かからない。僕自身もそのエンカレッジさんを利用させていただいてるんですけど、僕自身就活始めたのが6月とか、早い、それぐらいなんですけど、その時点から登録してメーターついていただいて、まあ、それこそ ES 出した時の添削であったりとか、あと面接で気をつけるとかにも相談してっていう、 OB、OG っていうつながりっていう意味では慶応さんに比べるとまた違うかなとは思うんですけれども、受け入れる幅が広いっていうか、自分が就活でこういうことをやりたいってなった時に一緒に相談してくれる仲
仲間っていうか、うん、OB とか OG まで行かなくても早稲田っていう全体的な括りとしてこう支えてくれる環境っていうのはある程度出来上がってるかなと。皆さん結構その自分の慶応っていう意識と早稲田っていう意識って結構持ってたりするんですかね、共同体への愛着というか意識みたいなものは。いや、あんまないですか。あんまり早稲田チームはないかもしれない、はい、慶応はバリバリあります、ね、あるね、バリバリあります。でこの間試験で消しゴムを忘れちゃったんだよね。僕が消しゴム忘れちゃった時に教室内で誰か消しゴム貸してって叫んだんです。叫んだんですよ。でそしたら一人来てくれて、で他の人たちはえ持ってないみたいな、持ってないみたいな、反応してくれるんですよ。持ってないで、もう片方の人たちがタッタッタッタって来て、でそれではい、なんか仲間意識というか、そのすごい強い、すごいんですよ。びっくりや。気を恐ろしいですね。そのつながりっていうの感じたことあります？早稲田だなみたいな。本当に感じたことないかも。いろんなところにやっぱり早稲田の方いるんですけど、だとしてもそれこそ学部が違ったとしたら、あ、早稲田なんだねぐらいの会話で。全然違うね。仲間意識っていう部分では薄いかもしれない。普通の大学生そうですね。僕もそうだし、だから慶応は結構強いんですね。 SFC の授業の特徴って、はい、学年バラバラなんですよ。そうなんですよ。もう1年生から4年生まで取れる授業が全部同じなんですよ。1つのグループワークに 1,2,3,4 年生全員混ざるみたいなんですよ。すごい。だから多分そういう意味で授業内で知り合うことがすごく多いっていうのが、うん、やっぱりそのある種タッチポイントとなって縦のつながりの強さに。そうそうそう、グループワークとか多いんですか。あ、めっちゃ多いですね。めっちゃ意見交換楽しそう。その違いかなっていう気がします、ね、確かに授業の形式とかも違い。式とか授業によっては僕も学年全員いる時とかたまにあるんですけど、そこでグループワークをするっていうことがそもそも少ないし、ただここは信じられない、そう、一方的に聞く授業が僕の体感的に5個中1個ぐらいです。 SFC だからだと思います。 SFC はまた違う、全く逆だと思います。 SFC ってすごいですね。 SFC は最高のキャンパスです。ありがとうございます。最高です。最高です。楽しんでる。なんか営業活動されてるみたいな。早稲田のことライバル視してますか。いやもう本当にいや本当に眼中にない。いやバチバチや。眼中にないってことは見えてないってことかな。見えてない。ここしか見えてないんだと思う。でも本当になんか正直ライバル視してるかって言われたら、全くライバル視してる人はそんなにいないんじゃないかな。リスペクトの方が大きいと思います。僕一回早稲田キャンパスの小室で勉強させていただいたことがあるんですけど、その時にすごく感じたのが、自習してる人すっごい多いんですよ。で慶応って全然しないんですよ、みんな。まあ、してるっちゃしてるんですけど、SFC は本当してなくて、やっぱりフィールドワークとか、めっちゃ多くない？多い。私この間自然の中で30分間立たされたの、そう、なんかそういう感じで、なんかよくわからないことしてる人たちが多いんで、ちゃんと座学やったりとか体系化された知識を入れてる人たちっていう認識があるので、すごくそういった意味で本当にリスペクトしてます。さっきは茶番ありがとうございます。僕たち自身も別にその慶応かみたいな、その嫌悪感な感じじゃなくて、もちろんそれこそ優秀な方が多いと思うんで、リスペクトの部分が大きいかなと思う。やっぱりそのつながりとか、先ほど言ってた通り縦のつながりも強いんで、やっぱりそういうところは世代にはないところで、逆に羨ましいっていうか、本当に多分気にしてないと思います。そうですね、世代だから慶応だからっていう対立とかはこうないと思います。むしろリスペクトの方が本当に大きいと思います。協力したいな。よかったです、今日バチバチしなくて。ちょっと次普通の就活の話聞きたいんですけど、今11月でそろそろ12月になる、皆さんなんかどんな進捗なんですか。周り内定出てたりとかします。周りは全然もう出てるの早っ。出てる人いる。内定とか、あとなんかやっぱ早慶だからか分かんないんですけど、優秀な人が多いからみんなコンサル受けてるイメージ。ああそうです、はい、それは結構コンサル SC めっちゃ強い。周りでコンサル協会受けてもう内定持ってる子やっぱいます。はい、な慶応もいます。慶応すごい多いです。慶応義塾の中でも SFC はコンサル一番強いんです。そうなんですか、どんな感じで。勉強の方法っていうところがやっぱり問題再発見解決アプローチっていうのがやっぱ軸にあるんですよ。なんで入ってきた情報をそのコンサル寄りの情報処理の仕方で頭で考えるんで、自然とそうなってるんですよ。やっぱじゃあ授業が結構でかいんですね。皆さん企業選びで重視してることとか、まあ、あとは周りがこういうの重視してるなみたいなのあったりします？年収！
年収って重視します？いや本当にそう教えられました。まず初めに悩んだらお金で選びなさい、うん、そっから転職考えなさいっていう風に言われたんで、え、だよね、うん、年収、年収、え、じゃあ年収以外でなんかある、逆に俺らがキャンパスで言われてること。キャンパスで教授とかからアドバイスいただくんですよ、はい、直接。まず年収で迷ったら金で選びなさいっていうのを言われました。すげえな。なんでかっていうと、君たちは別にその後の転職とかキャリアアップとか自分の頭で考えられるでしょ、だからまず悩んだらお金稼ぎな、そっから考えな。いや、私あとあれか、 OB、OG がどのくらいいるかとか考えると めっちゃでかい、うん、考えるの。あ、そうなんですか。考えない、考えない。え、どうして考えるんですか。安心感。そう、あ、変なことやっても別に怒られないみたいな。あ、そのコミュニティっていうか。すごいか。あ、なるほど。杖だけを。そうですね。なんか軸あります、ね、私はもう社員さんのすごいいい人か、うん、なんかですね、大病状かもしれないですけど、冷たかったり合わないなとかやったら、あ、ここ違う。いや、マジ人間関係めっちゃ大事ですね。早稲田はなんか人で見てる気がします。人です。別にその、はい、授業で教授から人で選べ人になるわけじゃないですけど、やっぱりこう相手もらってる人とか就活の話をしてると、やっぱり人が良かったっていう話をよく聞くんで、早稲田は人で見てる。なるほど。いや、そこはバッチリです。なるほどね、なるほどね、はい、かなっていう。いや、でも結局人間関係大事だから、うん、本当にさ、まあ年収も絶対必要なんです。それは隠れて求めてる。そうですね、その建前は人かもしれない。やっぱりこう下心として、下心としてはやっぱり年収もやっぱり見る部分もある。なるほどね。だいぶ俺ら下品ですよ。年収結局年収大事ですか。年収、年収が理由で内定ブルーになる人とかめっちゃ多いんで。最後に早稲田のいいところ、慶応のいいところ、それぞれ言ってもらって。どうぞ。あ、私たち早稲田大学の良さ、いいところがありません。いいところ。だよね。だよね。わかるわかる。悪いところは一切ございません。はい、ございませんので。なるほど。はい、なんか早稲田入って良かったなと思うこととか。みんな優しい、人がいいな。そうですね。あとこう、子が強くないんです。真面目な方が多いんで、やっぱりこう、いい影響、あ、ここを見習わなきゃなとか、うん、優秀な部分はたくさんあると思うんで、そこがこう、切磋琢磨して見ていくのかなと思います。じゃあ次、慶応のお二人お願いします。慶応のいいところは、悪いところがないところでーす。それなんかもうちょっと具体的に言ってもらってもいいですか。え、なんかある。ないやでも本当にみんな口を揃えて言うことがあって、大学に入って選択肢が広がるっていうか、視野が本当に広くなりました。許される範囲がすごく多いな。キャリアでもそうだし、本当に選択肢が広がる。そうだね。私もカエルの研究やずっとやってるけど、国際企業とか全然違う分野もいろいろ事業やってるから、すごい視野が広がります。まあ、この4人が全てじゃないと思うんですけど、やっぱ結構慶応の方個性が強くて、早稲田の方落ち着いてるなっていう印象が、まあ、あったかなというのが僕からの感想でございます。ということで皆さん、今日はお集まりいただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン。1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。